さあ今年こそ日本一へ。どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もペナントやっていきたいと思います。よろしくお願いします。久々ぶりのペナントでございますね。お願いします。片岡強そうだね。大塚も強そう。石本も強そう。米田さーん、米ボー、これエースやこったら。今のところ米ボールですね。おー、これはケンシンさんだね。22歳。どっちがいいんだろう、ケンシンさんとヨネボールさん。まあ、どっちもありなんだよな。まあ、年齢考えたらヨネボールさんなんだよね。なんかケンシンさんの方が割とね、カットボールチャンネルさんの方が松原強いな。松原いいな。なんかいいね。藤山も、藤山ディスコ。サイレントサイレンで解散したんだっけ。ごめん、全然なんか適当な情報の良くないからやめとこ。有山、なんか今年ピッチャー補足だね。なんか俺思うんだよ、ピッチャーの転生出る年って、2人以上いる年って大体法則なんだよね。なんだか知らん。なんでかは知りません。はい。なぜかは知りません。なぜかは知らぬが法則が多い。おお、あつやさん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 、発音の字がいいね。正しいだろう。あつやさんがいらっしゃった。こんにちは、あつやさん。なんか、今回強そうだね。大豊作じゃん。あ、普通に大豊作だぞ、今回。全部豊作だ。ピッチャー豊作だけじゃない。いや、これ、あつやさんに集まるよなぁ。ちょっと、小林さん、どうせしょぼそうだから飛ばしちゃうよ。いや、これ、触れたあつやさんに集まると思うんだよね。単独とか絶対ないと思うんだよね。俺、年齢的に、よりボールできます。はい、来たー。俺の作戦勝ちー。これで松村取れたでかい。松村。松村残ってろ。残ってねえのかー。25歳でも藤山絶対強いんだよな。俺藤山は絶対強いと思うよ。藤山は。なんか野手で有望株残ってなければ取ろう。有望株取られてんな。まあ、この子ぐらいだよね。あるとすれば。まあ、だったら、絶対こっち優先すべきだと思うよ、俺は。100%、100% 勇気。まあ、有山もどうせ残んないでしょ。有山は残そう、取られた。だいぶだいぶ。そうそうそう、平気平気。全然平気。これで中継ぎ1枚しっかりと取れたのでかいでしょ。まあ、さすがに取られるよね。ドライオンドラゴンで取りたい選手が多いんだよね。覚醒枠期待みたいな感じで。ピッチャーだな。さすがに3球種は残ってないと思うんだよ、もう。もうね。だから、コントロール重視でいこうか。コントロールが高め。かつ、変化球も良さそうみたいな。ここに1人いるんだよな。でも、トヤ取るんだったら野手だよな。方針プレプレ。花岡取って守備固め1人取ります。はい。守備固め取りますの、この後、もうあれよ、こっからは俺たちのショータイムよ。高波あり、やっぱ高波強そうだね。高波にしようか。ビッグウェーブ、ビッグウェーブ取ります。ビッグウェーブからの、やっぱ気になるよな、トモエ。トモエ取ります。で、投手でさっきの残ってたら取る。トヤが残ってたら取る。 OK、 以上。はい、こんぐらいでーす。いや、素晴らしいドラフトができました。厚屋さんと、ケンシンさんに集まることが想定してからの、ヨネボールさん、もう一本釣り。ヨネボールさん一本釣りなかなかでかいよね。これ絶対せいやさん。わかりません、せいやさん。せいやせいや鈴木。せいやせいや鈴木。金が荒れすぎるんで、ポスティング禁止にしてるんで、申し訳ない。取れませんでした。ヨネボールさん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 。ヨネムラ。あれ？どこ行った？いたわ。夏の全国大会優勝だったんだ。へぇー。期待の姿勢だって。マジででかい、本当に。1年目からエースよ。はい、藤山。藤山ディスコ。藤山ディスコも多分普通に参るよ、1年目から。チーム内で新人争いしてほしいね。あ、オッケーオッケーオッケー。セカンドのサイボブで覚えさせて、ユーティリティにします。ビッグウェーブ。ビッグウェーブマジ覚醒してくれたらでけえな。サードセカンド。ともえ。ともえも同じくだね。結構強そう。トヤ、最後トヤ来いよ。期待にして、一発持ちか。微妙そうだな。
さあ俺たちの FA でございまーす。すすすす、うん、強いね。セシル、ロドリゲス、ロドリゲス、まあ、もうロドリゲスって見ると嫌な感じしかしないもんね。菊池さん、今欲しいなと思っちゃったごめん、ちょっと考えちゃった。早くくしゃみでしょ。許してみんなごめん、止めろよって思ったでしょ。ごめん、本当にごめん、くしゃみしちゃったかった。俺もしたかったんだ、くしゃみを。森脇さんね、あのプロスペルスインディア最近持ってたから、前はね。なんか今回は違うな。割とね、俺のあの FA はね、毎回外国人選手をここで補強してたから、俺がほぼ FA って言っただけで、あんまりなんだよね。黒木取ろうか、黒木さん。そう、コルニエル、キノコ、東さん。東さんってこんな感じだったっけ。もうちょい強いイメージだと。下から見ていこう。山野強くないか。取っとこう。ダメだったら1年で首を。覚醒してる。覚醒してる？一発落ちだとしてもこれは強くないか。なんか、まだ全然、ね、脇、余裕あるしね。脇余裕ある。余裕に、空きが余裕にある。なんか日本語がわからなくなった。ごめん、みんな。日本語がわからなくなった。これも、取っとこう。なんかルーキーで取ったと思えば、ここら辺大きいわ。オッケーオッケー。なんか、ピッチャー補強できたんじゃない？今ね、なんかその分使いなさそうなピッチャー切っちゃえばいいや。オッケーオッケー。なんか自由契約って感じ。育成契約しましたみたいな。育成契約導入してほしいよね。まあ、導入したらバランス狂っちゃうとかもあるかもしれないんだけど。育成契約あったら楽しいなと思う。一回やってみてほしい。プロスピでもいいから育成、プロスピならあるのかな？なんか育成見てみたいね。コリア行きまーす。コリアに、誰行かせよう。井上さんか。井上さんと、やっぱ育てたい人だよな、行かせるなら。パワー型なんだ、お前。お前、パワー型か。竹口。まあ、三河行かせとくのも全然悪くないんだけど、もう能力高すぎて、ほぼ行かせる意味がないんだよな。井上さんはまだ23歳でしょ、若いしね。ピッチャーを育てたいってのはあるんだけど、ピッチャーより一旦野手を育て切りたいなっていうのもあるんですよ、個人的に。ってなった時に、若い人なんですよね、行かせたいのは。もうここにもう一人いるよね、21歳が。この二人にコリアに行ってもらいます。行ってらっしゃい、コリア。お二人行ってらっしゃい、コリア。覚醒なし。来た！おお！一人覚醒来たー！でかっ！ビッグウェーブ&ともえ。二人とも覚醒。え、これでかすぎじゃろ？でかかった。ありがとう。私ら初のA クラスになりました。はい、びっくりです。見てみましょう。何勝したんだろう。71勝。おお、勝率5割になってる。すごい、前回より成長してるね。見ていきましょうか。はい、ここがね、薄い1回疲れたんですけど、もともとはここは風間さんでございました。あの今リハビリ組合にしてますね。現実でもリ風間さん頑張ってください。はい、こんな感じでした。5勝10敗。もうちょっと、来年留学行かせようかな。はい、第5、第5で、おっさんいいね。 3.16、8勝8敗。はい、3.88、5勝7敗、大野さん。いいじゃん、大野さんも。金光、1.75、2勝1敗。来年期待だね。栗本、4.91、4勝2敗。米村さん、米田さん、3.65、5勝10敗。来年のエースは、金光です。まあ、少ないですけど。次、米田さん。で、こんな感じですね。富樫、こんな感じ。中条。藤山良かったね。当たりだったね。はい、藤井と百瀬、つもりさん、山田、そして小原さんですね。小原さん途中まで良かったんだけどね、なんか途中で崩れたわ。はい、野手陣、三河2割5分9厘、いいじゃん。全然俺は全然いいと思うよ。何はスラッガー2割7分2厘、16本、68打点、4勝利、2割8分2厘、とうとう本領覚醒だね。ドライチが2割6分8厘、25本、90打点、2割6分5厘、22本、
どっちの方が4番っぽいんだ。こっちの方が4番っぽいか。こっちの方が。はい、でした。3番っぽいね。スイッチヒッターだもんね、しかも。2割7厘10本。素晴らしいな。このまま行ってほしい。センターで揃ってくれ。待ってくれ。はい、岩原。2割6分2厘1本。そう、なんか違うなと思って7番にしちゃった。9番にして、こう、なんか、チャンス回す役目でも全然ありだけどね。はい、7番。なんか、今、6番あたりも全然いいんだけど、なんか2番じゃないなと思って。はい、2割6分2厘4本。2割3分7厘。はい、ってな感じでございました。で、今年のルーキーですね。米田さんがかなりいい感じでございまして、はい、能力はこんな感じですね。さっき見ました、ヨルボールです。はい、藤山もさっき見ていただきましたね。はい、このまんまです。かなり良かったっす。コントロールが思ったより低かったぐらい。はい、花岡、こんな感じ。早熟か。高波いい感じよ。高波いい感じ、マジ。いい感じ。結構強かった。はい、さすが覚醒組。トモエもいい感じよ。2割6分2厘だからね。なかなかにいいんじゃない？で、トヤ。最後にトヤ。とにかく言わないんだよ。もうでもこれはクビだ。年会表彰式。三森さん、まさきさんがベストナイン。ゴールデングラブ。内野全員ゴールデングラブ。いいね。守備固めてるからね。藤山、いいガンか。三冠王。いいガン、どんな乗りつけんやろ。いいガン。5年目で。こんな感じ。強っ。これは背番号1だわ。なんか楽天の、その中の3、4、5、クリーンアップエグいな。なんか、岡本さんもいる。3、4、5、6、エグいな。ずるくないチャーチ。4人いるんだけど、外国人選手。はい。そんな感じでまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。